4月から高齢者への優先接種が始まる新型コロナのワクチン。しかし、この優先接種をめぐり、ある問題が浮上しています。米子市にある医療法人。医療施設や介護老人保健施設などを運営していて、ここで働くスタッフもワクチン優先接種の対象です。現在、580名くらいの予定をしております。基礎疾患があったりだとか、免疫に疾患があるような方を除いてはというところでほぼ全てですね。施設で働くスタッフは、優先接種をさせていただくということにつきましては、介護、看護ともに距離の近いところでケアをさせていただいておりますので、利用者の方の安全を考えましたら、非常に、嬉しいことだというふうには考えております。施設では、優先接種に向けた調整を着々と進めているといいます。その一方で、除外っていうなんか言葉がすごくなんか強烈で、そうですね、やっぱなんでかなっていう。こう話すのは、米子市内で訪問介護スタッフとして働く森田さん。森田さんはワクチン優先接種の対象ではなく、一般接種の扱いになりました。実は同じ介護スタッフでも、老人ホームなど施設で働く人は優先接種の対象となりますが、訪問介護など利用者の自宅で介護をする人は除外されているのです。同じ仕事をしているのに、なぜ差が出るのでしょうか。高齢者施設ではクラスター発生の恐れがあり、感染が広がっても事業を続ける必要があります。クラスター抑制も含め、高齢者施設職員を優先接種対象としました。訪問介護でもスタッフが利用者の家に行き、入浴や食事など生活の手伝いをするため、お互いの感染リスクは拭えません。さらにこんな懸念も。医療が逼迫した場合に、訪問で利用者さん、もし感染された方にも行かないといけない場合があると思うので、そういう時にやっぱり私たちが行かないっていう判断はできないので、行かなくちゃいけないっていうところで、やっぱり同じように受けたいなっていうのはあります。実は森田さんが働く事業所のグループでは、高齢者施設も経営していて、ここで働くスタッフは優先接種の対象です。こちらの事業所は接種、ね、隣の事業所は接種できないっていうようなケースが、今のイメージで言うと発生しうるんで、ぜひとも同時期に介護全体の話だと思うので、在宅とか施設とかこういうくくりではなくて、介護全体で見ていただきたいなっていうのがですね。同じ仕事なのになぜ。優先接種をめぐる溝に現場の困惑が続きます。